白井先生、焼山先生、非常に面白いあの紹介いただきましてありがとうございます。この度はこのようなスーパー長文書丸にご招待いただきまして、まあ、石張先生をはじめとする、ケムステのスタッフの、皆様に厚く御礼を申し上げます。本日は、まあ、このような素晴らしい講演者の先生方の中に混じって講演するの非常に恐縮なんですけど、あの長文詩科学面白いなと皆様に思っていただけるように講演できればと思っております。よろしくお願いします。で、本日はこのような速度論的制御に着目した長分子金属錯体の科学というタイトルで、私が金沢大学に着任した後に行った研究について紹介したいんですけども、この速度論的制御というのが少し、分かりにくいので、まずなぜこれに着目したかということを少し詳しめにお話しして、その後に実際の研究内容についてお話しできればと思っています。で、簡単に私の自己紹介をさせていただきますと、私はまず東京大学の塩内研究室で塩内光彦先生と平岡修一先生のご指導のもと博士の学位を取得いたしました。またその間にルイ・パッスール大学、現在のストラスブール大学におきまして、まあ、2016年、先ほども分子マシンでノーベル化学賞を受賞って書いてありましたが、そこで受賞されたジャンピエール・ソバージュ先生のもとに留学させていただく機会も得ました。また学位取得後は JST のエラ島の北川統合再構プロジェクトというところで、北川進先生、古川修平先生のもとで新しい多孔性材料の研究をさせていただきまして、その後神戸大学の津田明彦先生のところで特命助教として2年間研究をさせていただきました。で、2014年から金沢大学にて秋根茂久先生の研究室にて新しい長分子金属錯体の研究を行っております。で、本日は金沢大学に着任後の研究についてお話したいんですが、実際これまでどういった研究をやってきたかということをこちらの1枚のスライドにまとめさせていただきました。まず学生の頃はこのような溶液中の自己集合に着目しまして、特にこのような金属イオンが2つ以上含むこういった自己集合型金属錯体の動的構造変化について研究してまいりました。また博士研究員としては多孔性配光分子 PCP モフの研究対象としまして、高分子錯体の固体状態における動的挙動の制御を行ってきました。また神戸大学の特命助教としてはこのような光溶媒によって切り替え可能な新しい光応答性分子の開発を行ってまいりました。で、こうやって見てみますと、まあ、それぞれかなりトピックスがバラバラの研究を行ってきているんですけども、実はこれらこの赤く囲ったこの化合物っていうのはいずれも速度論的な生成物、まあ、すなわち順安定な化合物となっております。まあこのような順安定化合物というのは、これらの研究をやっていくときは、非常に偶然の産物として、得られたものだったんですけども、しかしこういった速度論的挙動というのをより積極的に制御することができれば、まあ、長分子科学において新しい側面を生み出せるんじゃないかというふうに考えました。で、実際にこのような長分子科学の分野で速度論的過程を制御することの意義っていうのが、まあ、実はどうなんだろうというふうに思われるかもしれませんので、まずそれについて説明したいと思います。で、先ほど石張先生、竹山先生の方から長分子科学って何だろうというようなお話しされたので、私も長分子科学は何だろうということを考えてみたいと思います。私がこのような説明するのは非常におこがましいんですけど、長分子科学って本当にいろんな説明があると思うんですけども、シンプルにこの長分子っていう文字見ますと、これ長足す分子ですから、まあ、分子を超えるというふうに書きます。つまりその既成の分子の概念や機能を超えるようなものが生成できれば、それが真の長分子であると言えるかと思います。じゃあ実際にどうやったら、まあ、こういう分子を超えられるかということで、実際にもうすごい分子を超えている、まあ、スーパー長分子とは何ぞやということなんですが、まあ、それはやはり生物ではないかと思います。こちら、まあ、皆さんご存知の通り、生物は分子レベルからマクロなレベルに至るまで完璧な設計のもと作られて機能しております。で、実際に長分子科学というのはものづくりや現象を生物を模倣することによって始まった分野ですし、まあ、それによってこのような非共有結合性相互作用をベースとしたものづくりや分子認識の科学が発展してきてまいりました。で、ここで、まあ、じゃあ改めてその生態系においてこの分子認識の科学っていうのはどのように機能しているのかということを考えてみますと、まあ、例えばこの天然の硫黄の方は、まあ、こちらは生態膜を通じてサイズ選択的に特定のイオンを透過するものですけれども、
こちらに関しては、例えばモネンシン A とバリノマイシンというのは、このような空腔サイズに応じてナトリウムイオン、カリウムイオンという異なるイオンを投下しております。でこれにインスパイアされてクライアウエートルがゲストを取り込むような人工系のホストゲスト化学のような分子認識の化学に発展してきています。でそのさらにより高度な機能、より高度にイオンを投下する機能について見てみますと、こちらに示す2種類の機構があることに気づきます。すなわちイオンポンプとイオンチャンネルであります。でイオンポンプというのは皆さんご存知の通り、イオンの能動勾配に逆らってイオンを輸送する能動輸送を実現していて、イオンチャンネルというのはイオンの能動勾配に従ってイオンを輸送する受動輸送を実現しております。でそれぞれどのようにイオンを輸送しているかということを具体的に見てみると、例えばそのイオンポンプの代表的なナトリウムカリウムポンプを示します。これは細胞内のナトリウムを細胞外に、細胞外のカリウムを細胞内に輸送するポンプですけれども、こちらはかなりデフォルメした絵をお示しています。でこちらはポンプは E1 という状態ではナトリウムを細胞内から取り込みます。でこの後 ATP によってリン酸化されることによって E2 という状態に構造変換して、ナトリウムは細胞外に放出されカリウムを取り込み、これによってイオン輸送を実現しています。すなわちここにおいては E1 と E2 のナトリウムイオン、カリウムイオンに対する結合選択性が逆転することが鍵となっています。すなわちこのイオンポンプというのは2状態の熱力学的な安定値での差を利用してイオンを輸送しているといえます。一方でイオンチャンネルの例としてカリウムチャンネルを見てみますと、カリウムイオンというのは基本的には細胞内の方が細胞外よりもイオン濃度が高いです。しかしカリウムチャネルが閉まっているとカリウムイオンは外に出ることができませんが、このチャネルが開くことによって外に放出されることができます。すなわちカリウムイオンが細胞内から細胞外へと移動する際の活性化エネルギーの制御が鍵となっていますので、このイオンチャネルというのはイオンの流れを速度論的に制御しているというふうに言えます。すなわち生態系では熱力学的な制御とこの速度論的な制御を巧みに使い分けて機能しています。で人工系ではどうかと言いますと、この超分子科学の分野において広く研究されてきたのはやはりこの分子認識の科学と自己集合の科学であると思います。で分子認識の科学におきましては、このホストがゲストを捕捉する強さというものをこのような解合定数によって、議論されてきました。一方で自己集合の過程では、例えば金属イオンと有機分子を、有機配子を混合して平衡状態においてどのような生成物が得られるのかということを、フォーカスして研究がなされてきて、いずれも基本的には熱力学的に制御されたプロセスであります。それに対して速度論的な制御というのは何かというと、ホストがゲストを捕捉する速さの制御であったり、分子認識機構の解明や、制御、もしくは自己集合の場合ですと、その中間状態の解明や制御は生成物の速度的な安全性の制御などが言えるかと思います。でこういったことが全く研究されていなかったかというと、そうではないんですけれども、こういったような速度論的なパラメータを積極的に制御した例というのが非常に少ないのではないかと私は考えています。で速度論的制御と熱力学制御についてちょっと分かりにくいので、例えばこの2つのゲストが交換するとき、外部刺激によって交換するその過程の、2つの例をお示ししますと、熱力学制御というのは外部刺激によって2つの状態の熱力学的な安定性を制御しているものになります。一方で速度論的制御というのは外部刺激によって2つの状態が反応する際の活性化エネルギーを制御するということになります。でこのようなあまり研究なされてないこの速度論的な制御っていうのに基づく新しい長分システムを構築できますと、すでに広く研究されているこの熱力学制御の研究と組み合わせて利用することで、より複雑かつ高度な機能が実現できるというふうに考えています。で少しイントロが長くなりましたが、このようなコンセプトのもと、私はこのような機能と時間のリンクであったり、分子認識のメカニズムの解明、もしくは合成ルートの工夫による純安定化合物の単理について研究を行ってまいりましたので、本日はそれぞれのトピックスについて少しずつご説明したいと思います。まず機能と時間をリンクした研究なんですけれども、まずその何を制御したかというと、このゲストを交換する速さの制御に着目しました。
で通常クラウンウェイテルのような感情保湿分子というのは上下が開いていますので交換が非常に早く、例えばこの2つ交換しようとすると溶液中で通常は1秒以内に起こる、つまり交換速度を制御することは難しいと考えられます。まあ、それに対してこの開口部 の, その上下にキャップを導入してやることによってゲスの交換を遅くする、すなわち速度論的に抑制できると考えました。でさらにこのキャップをより別の緩いキャップに取り替えてやることによって、そのキャップを取り替えた瞬間に任意のタイミングでゲスの交換が加速するようなシステムを作ることができましたので、それについてご紹介します。まず具体的な分子デザインですが、こちらに示すような鍋島先生、秋根先生によって開発されたメタルホストを用いています。このように2つのサロフ部位によって連結されたようなクラウンエーテル型のホストなんですが、こちらは平面4杯のニッケルイオンを用いています。一方でここのニッケルイオンの代わりに6杯構造を持つコバルトイオンを導入してやると、上下に軸配子を導入することができます。これによってカチオン分子がこの空港内に取り込まれた際に付随するアニオンをトラップするアンカーのような役割を軸配子が果たしてくれるというふうに期待しました。で実際に軸分子として何を使ったかというと、こちらのメチルアミンを導入したものを、ホストとして使っています。でこちらのホスト分子に対してナトリウムイオンを添加してきた時の NMR スペクトルをこちらに示していますが、まあ、0.5 等量、1等量と添加していきますと、まあ、1等量で定量的にナトリウムイオンを放出している様子がお分かりいただけるかと思います。でここでまあ非常に興味深いのは、このホストはカチオン性なのにもかかわらずカチオン性のナトリウムイオンをゲストとして取り込みます。でその理由は X 線結晶構造解析によって明らかとなりました。すなわちこのカウンターアニオンであるトリフラートがナトリウムに配し、かつこの軸配子のメチルアミンと水素結合をすることによって安定化して、これによってチャージが保証されているということになります。まあ、このように最初に述べたように、上下にアニオンがキャップされたようなこのような構造体を構築することができました。でこちらのホスト分子はナトリウム以外にもこの6種類の金属イオンを取り込むということが分かりました。じゃあ実際にこのキャップを導入した効果、これによってゲストの出入りが抑制されているのかということが、まあ、気になるわけですが、この酸化のランタンイオンを入れたときにその効果が顕著に観測されました。すなわち2等量のランタントリフラートを添加して NMR 時間変化追跡していきますと、非常にじっくり時間をかけて120時間ほど時間をかけてランタンイオンが取り込まれていくという様子が確認されます。すなわちキャップがトリフラートの場合はゲストの取り込みが効果的に抑制されていることが分かりました。ではキャップが別のものに交換するとどうかということですが、このように酢酸イオンをカウンターイオンとして用いた場合は、例えばランタンアセテートの場合ですと5分以内にランタンが取り込まれるということが分かりまして、ゲストの取り込み速度が100倍以上速くなるということが分かりました。でこちらの酢酸イオンがキャップとして導入されたランタン作体は結晶構造解析も成功しています。でこのように3分子の酢酸イオンがランタンイオンに配していて、いずれもメチルアミンと水素結合している様子が観測されました。またこちらの作体はカウンターアニオンがアセテート3トリフラット2という組成で、構造解析できていまして、この結晶中では3つのアセテートイオンがランタンに配して、二分子のトリフラトイオンが外側に配置しているということが分かりまして、このことからランタンイオンに対する親和性は酢酸イオンの方がトリフラトよりも高いということが分かります。これはすなわち最初にトリフラトがキャップとして導入されていても、後から酢酸イオンを添加すれば酢酸イオンにキャップが交換できるということを意味しています。そこでこのキャップの取り替えによるゲスト効果の促進を行うシステムを作ってみました。まずはキャップがトリフラートのみの場合について説明しますと、ここではカリウムトリフラートとランタントリフラートを同時に添加するという実験を行いました。でここでカリウムイオンはランタンイオンよりも会合定数は低いんですけれども取り込み速度が速いということが分かっています。そのためにこの2つのイオンを同時に添加しますと、まずは速度論的に安定なカリウム放接体が定量的に形成します。そこから時間をかけてより熱力学的に安定なランタン放接体へと変化していく様子が観測されます。
でその様子を、お示ししたのがこちらでして、縦軸にランタン放射線の割合、横軸に時間としてプロットしたものになりまして、これを見ると、まあ、600時間かけても、まあ、2割程度しかランタン放射線へと変化していないという非常にゆっくりな反応であるということがお分かりいただけるかと思います。まあ、それに対してこの反応を酢酸イオン存在下で行いますと、このように劇的に交換速度が加速されるということが分かりました。でさらにこの酢酸イオンを加えるタイミングですが、任意のタイミングで加えても、その加えた瞬間から交換がスタートするということが分かりまして、酢酸イオンの添加、すなわちキャップの交換により結素交換を劇的に加速させることに成功しまして、まあ、速度論的な制御によって結素交換を促進するシステムを作ることができました。まあ、続いて分子認識のメカニズムの解明についてご説明します。先ほどまでは軸配子としてメチルアミンを導入したものについて説明していましたが、まあ、こちらをピピリチンに変えたこのようなホスト分子についてご説明します。これ何もこのようにアミンを変えてもあまり挙動変わらないんじゃないかと当初は思っていたんですが、実は全然異なる分子認識挙動が確認されました。でこちらのピペリジン作体ですが、メタノール中に溶かしてこちらに示すようなアルカリ金属イオンを添加しますと、ゆっくりと化溶媒分解が起こりながら、すなわちこのピペリジンがメトキソへと置き換わりながら結素イオンを認識するということが分かります。でこのようにホストが骨格変換を伴いながら結素を認識するというこのような挙動というのは、まあ、かなり飛躍があると思われるかもしれませんが、タンパク質が基質と結合しながら構造変換するような系と類似性があるのではないかと我々は捉えました。でこのようにタンパクがこのリガンドと結合するというパスは、こちらに示すような2通りのパスが提唱されています。すなわちタンパク質がリガンドと結合した後に構造変換するインデューストフィット型と、タンパク質がさまざまな配座の平行混合物になっていて、一つの配座とのみ選択的にリガンドと結合するというコンフォメーショナルセレクションというパスであります。で、どのような機構、どちらの機構で複合体形成が起こっているかというのは、創薬の観点からもさまざまなタンパクと基質の組み合わせで非常に近年精力的に研究がなされています。でこのようなタンパク質のメカニズムの方法を、このスキームを人工の我々の人工ホストゲストシステムに当てはめるとこのようになります。まあ、すなわちこちらのメタルホストに対して、まずゲストが認識した後に軸配子交換が起こるのか、もしくはこの軸配子交換が起こった後にゲストが認識されるかという、この2つのパスが考えられます。でこれらはゲストが最初に認識されるか、もしくはホストが骨格変換、すなわち反応が起こるかということなので、それぞれリアクションレコグニションファーストとリアクションファーストと呼んでおります。で実際にどのようにしてタンパク質とリガンドのこの機構解明を行っているかということなんですが、この複合体形成の偽一時速度定数 K オブスのリガンド濃度依存性を調べることで機構が解明できます。でリガンド、この K オブスがリガンド濃度を増加していったときに、増加していく場合はインデューストフィット型、 K オブスがリガンド濃度に依存しない場合はコンフォメーションセレクションというふうに結論付けられるということが一般的には知られています。これを今回の人工ホストゲスト系に適用しますと、このゲスト認識の偽一時速度定数 K オブスのゲスト濃度依存性を調べることで機構が解明できるというふうに考えました。まあ、すなわちこの K オブスのゲストが、ね、ゲスト濃度を増加していくと、増加する場合はレコグニションファースト型、 K オブスがゲスト濃度に依存しない場合はリアクションファースト型というふうに結論付けると期待しました。で実際に速度論的な解析を行った結果、ちょっと結論のみお示ししますが、ナトリウムイオンをゲストとして用いた場合は、ゲスト認識が先に起こるリコグニションファースト型で起こっているということが明らかとなりました。一方でゲストイオンがより、同じアルカリ金属イオンでもイオン半径が大きいカリウムイオン、ルビジウムイオンを用いた場合は、配子交換が先に起こるリアクションファースト型で起こっているということが分かりました。でこの現象というのは、糸状態と周状態のみを見ていると全く同じ現象で、その違いは見られないんですけども、速度論的な解析を行うことによって初めて明らかになった違いであると言えます。でさらにこのゲストの種類を変えることによって、まあ、機構を、
切り替えられるというのも非常に新しいのではないかと思っています。でこちらのピペリチン作態ですが、さらに特異な反応性を示しまして、このように様々な配子を添加すると一選択的に配子交換が起こることも分かっています。このようにメチルアミンを添加した場合は4箇所全部がピペリチンと置き換わるんですけれども、ピリジン、酢酸イオン、メトキソを添加した場合はこのように対角の位置で選択的に配子交換が進行します。でこの2級アミンからこの1級アミンのこの配子交換に着目しますと、これをさらに応用してやって1級アミンが両末端にあるようなヒキサンジアミンと交換してやると、このような、このコバルト間を2つの配子が連結した二重架橋索帯を合成することができます。で先ほどはアニオンが上下にキャップされていましたが、この場合は配子が2となります。それによってゲストカチオンの認識能が大幅に低下するということが分かっています。ではこの蓋をさらに開くことができるのかということなんですが、それは金属配結合の可逆性を利用することによって実現することができます。すなわちもう一回別の配子を添加してやりますと、このようにキャップを、蓋を、開いてこのような単化強索帯へと誘導することができます。ただしこの索帯を添加した際のこのオープン型への構造変化が非常に遅くて、1日経っても 20% 程度しかオープン型へと変換しません。そこでゲストとなるナトリウムイオンを添加してやると、そのゲートが開く速度が劇的に加速されるというような現象が見出されました。すなわち配子と、ゲストイオンを同時に添加してやると、ゲートが開きながらゲストを認識するような、このようなシステムを作ることにも成功しています。でここまではこのようなクラウンエーテルと、このサロフという物質骨格があるマクロサイクルの分子認識の話をしてきましたが、ここからちょっと全然違う、自己集合のお話をさせていただきたいと思います。すなわち速度論的に安定な自己集合型索帯、互角メタルナノベルトの構築についてご説明します。でこちらの、キムステーションの、参加者の皆さんというのはほとんどがおそらく有機を専門としている方なので、そういう方に対してご説明するのはちょっと社会説法かもしれませんが、近年、有機骨格ベースのベルト状の化合物というのが非常に精力的に研究されています。でこの中でも特にこちらに示すような、自由回転ができないような非常に硬い骨格を持つような硬直なベルト状化合物というのは特に魅力的な分子であるというふうに、考えられます。でしかしながらこのようなベルト状の化合物を共有結合によって連結する合成しようとしますと、特に環化の段階において非常に低周率となってしまう場合があります。それに対しましてイントロでもご説明したような金属イオンと有機配子を混合して形成するような自己集合という過程は、これはコンポーネントを混ぜるだけで非常に定量的に環状物質を与えることができるので非常に有用な方法であります。しかしながらこのような自己集合型金属索帯というのはこれまでに報告されているものはこのように単座配子を用いているものが多くて、このような環状分子の場合ベルト状ではなくてこのような硬直な構造というのはあまり多くありませんでした。それに対して我々はこのようなキレート型二座配子を用いて導入した非常に硬い骨格を持つ屈曲型の配子と金属イオンを混合することによってこのような硬直なベルト状化合物が形成できるのではないかと考えました。で具体的にはすごいシンプルな、このような屈曲型の配子トリプシセンに4つアミノ基が導入された2,3,4,6,7テトラミノトリプシセンというものを配子として用いまして、平面4配型のパラジウミオンと錯形成させることによってこのような錯帯で連結されたような硬直なベルト状分子を構築することにしました。こちらは我々このメタルナノベルトというふうに呼んでおります。で実際にこのリガンドとパラジウムイオンを1対1で混合して錯形成させてみますとちゃんと環状の化合物ができていきます。ただしこの場合は三角、四角、五角錯帯の混合物となっているということが質量スペクトルからも分かりました。これ NMR からもちゃんと3セット対称性の高いシグナルが観測されて、例えばこちらの B のシグナルを拡大するとこのように三角、四角、五角のシグナルがそれぞれ別々に観測されまして、ここから四角錯帯が主成成分として得られたということが分かりました。でさらにこの溶液から四角メタルナノベルトの構造解析に成功しています。で目的のベルト状構造、
構造の形成を確認していまして、パラジウムイオンは平面溶配構造をとっているということが分かりました。でこのように、ベルト状構造を目的の、通りに得られたんですが、異なるサイズの、メタルナノメートのミックスチャーとなってしまいましたので、では何かしらのテンプレートを入れてやることによって、まあ、例えば五角形のテンプレートを入れてやることによって五角錯体が選択的に得られるのではというふうに期待しました。でここで、まあ、五角形といえばということなんですが、本日の最後のご講演者である、まあ、大石智樹先生が、合成された、初めて合成されたピラーゴアレーンが非常に有用ではないかと考えました。私が説明するのもなんなんですが、ピラーアレーンというのはこのようなアルコキシベンゼンが、パライでつながったような柱状の構造をしていますので、このベルト状のメタルナノベルトと、相互作用することによって、まあ、特にこのような電子豊富なアルコキシベンゼンと電子不足な錯体部位が相互作用することで、まあテンプレート効果を発現するのではないかというふうに考えました。で当時まだ大越先生金沢大学にいらっしゃいましたので、まあ、すぐさま大越先生の研究室に行ってピラーレンいただけませんかと言ったら、非常に快くこちらに示すような3つのピラーレン誘導体をお譲りいただきました。で個人的には正直この置換器が違うんですけども、置換器の効果はあまり関係ないんじゃないかなと思っていたんですが、実はこの水酸器やエトキシ器を導入したピラーレンというのは全くテンプレート効果を示しませんでした。まあ、そこでわらをもすがる思いで、このトレチレングリコルサーが導入されたこのピラーレンを使って錯形成をしてみますと、まあ、このような挙動が見られました。つまり、まあ、五角錯体のみは選択的になれませんが、四角メタルナノベルトと五角メタルナノベルトのそれぞれ1分子ずつこのピラーレンが孵化したような種が生成している、つまりおそらくピラーレンが中に入ったものが得られているということが分かりました。でこの場合は選択性がいまいちだったので、じゃあもう一回り大きくしてやったらどうなんだろうかということで、まあ、ピラーレンというのは幹サイズが異なるものも報告されていますので、こちらのピラー6アレン誘導体にトリエチレングリコール差が導入されたもの、これを、まあさらに、いただきまして、実際に、行ってみたところ、この場合は五角錯体が選択的に得られるということが分かりました。まあ、マススペクトルでは、まあ、五角錯体にピラーレンが一分子孵化した、種のピークのみが、観測されまして、これ NMR でも、条件をちゃんと、精査してやると非常に対称性の高いスペクトルへと誘導することができまして、すなわち定量的にこの五角錯体が、生成しているということを確認することができました。じゃあなんで五角形に六角形のピラーレンが入るんだろうというのは少し、まあ、皆さん疑問に思われるかもしれませんが、まあ、それは、その分子のサイズを比較してやると、空港サイズと、まあ、空港サイズを比較してやると明らかで、この五角メタルナノベルトの空港サイズがピラー6アレンの外周と、まあ、非常に合致するので、まあ、そのピラーレンが、メタルナノベルトはピラーレンを形ではなくてサイズで認識しているということが分かりました。でこのテンプレート自己集合をまとめますとこのようになりまして、ピラー6アレン誘導体、こちらを用いることによって五角錯体を選択的に得ることができまして、特にこのテンプレート効果においてはこのトリエチレングリコール差が必要であるということも分かりました。まあ、つまりこのテンプレート自己集合におきましては、このピラー6アレン骨格は得られるメタルナノベルトのサイズを決めるのに有用でありまして、このトリエチレングリコール差はテンプレートとメタルナノベルトをつなぐアンカーのようなノリのような役割を果たしているということが示唆されます。で長年このような、漫画の絵で描いていて実際の構造は見えなかったんですが、最近、このような複合体の結晶構造解析に成功しました。でこちらは、ピラー6アレンを緑でお示ししています。これを見ますとこのトリエチレングリコール差が、予想通りこの錯体の部分に巻きついている様子がお分かりいただけるかと思います。実際にはこの12本あるうちの4本のトリエチレングリコール差がこの錯体分に巻きついていて、これ例えばこちら拡大しますと錯体の NH2 の周りのをこの取り囲むようにトリエチレングリコール差が配置されていて、多点水素結合を形成しているということが確認することができました。でこのように得意なテンプレート効果を利用することによって五角錯体を選択的に得ることができたんですが、じゃあテンプレートを除いて五角錯体単理できますかというと、まあ、結構きれいに、単理することができました。で高周率で、単理できたんですが、
ただここでこのように可逆的な金属配結合を使っている場合というのは、このようなサイズ変化が非常に早い場合はテンプレートを入れて単一の構造が得られましても、テンプレートを除いてしまうと再び平行混合物にすぐに戻ってしまうという可能性があります。それに対しまして、私が研究で用いているこちらのメタルナノベルトは比較的置換不活性な金属錯体でつながれていますので、キレート型の金属錯体でつながれていますので、そのサイズ変換が非常に遅いのではないかというふうに期待しました。で、実際にこの五角錯体がより熱力学的に安定な四角錯体メインのこのような混合物へと移行していく過程を見てみました。で、アセトニトリル中30度の条件では、非常にゆっくりと構造変化が進行して、平行に達すのに約1ヶ月かかりましたが、サイズ変化が非常に遅いということが分かりました。一方で10メタノール中におきましては、1ヶ月経っても全くスペクトル変化は起きませんで、非常に安定であるということが分かりまして、すなわち純安定構造であるこの五角メタルナノベルトは、その溶媒によっては特にサイズ変化が起こりにくく安定であるということが明らかとなりました。このようにこの新しい顧客型の配子をデザインしまして、特異なテンプレート効果によって五角錯体を選択的に得ることができまして、さらに純安定な五角錯体が非常に安定であるということを明らかにすることもできました。さらにこのメタルナノベルトの外周部を官能比化した研究なども最近は行っていまして、こちらに示すようなヘキサミのトリプス線を共通の前駆体として用いて、キノキサリン骨格形成を利用して簡便なメタルナノベルトの官能比化なども実現しております。また最近では、これは実際にはまだ完全には行われていないんですが、この特異な多点水素結合のような相互作用を利用することによって、このメタルナノベルトをうまく集積化できないかということを考えています。で、何か適切なリンカーを導入してやると、このように1次元に並んだり、2次元でもいいんですが並べられないかなということを考えていますが、最近行っている研究を一つ紹介させていただくと、ちょっとまた全然違うんですけど、ビフェニルビオローゲンのような硬直な棒状の分子とクラウメーテルからも、このような銀色タキサン、銀色タキサンが共同的に形成できるというようなことも明らかとなっています。こういったものを新しい超分子のパーツとして今後利用していきたいというふうに考えています。というふうに駆け足になりましたが、私はこれまでにこの速度論的な制御というものをキーワードに、さまざまな新規機能性超分子錯体を構築してきまして、機能と時間のリンクだったり、分子2基のメカニズムの解明、また純安定化合物の単位などを達成してきました。これらの研究っていうのは未だ、基礎科学の領域に過ぎませんが、こういったような機能をさらに統合していくことによって、より高度なシステムの構築、また特異な環境での機能発現などへと目指していきたいと考えています。で、最後になりましたが、本研究を行うにあたって、私の研究室のボスである秋根茂久先生には、日々のディスカッションの他にも X 線結晶構造解析におけるアドバイスなど、さまざまなご助言いただきまして、この場を借りて厚く御礼申し上げます。またさまざまな、こちらに示した、共同研究者の方々にも厚く御礼を申し上げます。またこれらの研究というのは当然、日々の、学生さんの努力の結晶でありまして、学生さんにも非常に感謝したいんですが、私の研究室いまだに、今7年、金沢大学に着任して7年目なんですけど、まだドクターの学生さん一人もいないんですけれども、マスターの学生だけでこれだけ素晴らしい成果を出していただいているのを非常に改めて感謝したいなと思っています。で、最後こちらが秋根研究室の現在の、これちょっと去年取ったメンバーなんで少しメンバーが違いましたけれども、このようなメンバーで非常に若いメンバーでやっております。この場を借りて厚く御礼を申し上げます。ご清聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。坂田先生、本当になんかちょっと、ありがとうございます。いや、本当に面白い講演でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、それでは、質疑応答の方に、行こうと思います。はい、本当に今日の説明も最初クラウンエーテルでしたけど、もう本当にそのクラウンエーテルの分子認識の、もう最先端みたいな、お話を聞いて、本当に、ありがとうございます。はい、では、質疑応答ですけれども、モデレーターの方からの、質疑応答になります。それではまずは、山内先生から、よろしくお願いします。あ、
坂田先生、非常に面白いご講演ありがとうございました。ありがとうございます。もうずっと見入ってしまったんですけど、いろいろコメントがですね、本当にたくさん来ておりまして、私の方から厳選いたしまして、ちょっと質問をさせていただきます。ですね、前半の方 の、 です、ね、ホストゲストのキャップの方の結果の方なんですけれども、はい、まあ、ああいうふうにキャップを入れることによって、まあ、速度論的に制御できるって非常に面白いと感じたんですけれども、まあ、そういった状態っていうのはおそらく室温でやられていると思うんですけども、例えばその温度依存性について非常に興味がありまして、例えば温度をかけると、まあ、ホストの状態とかが変わってくると思うんですね。そういった知見に関して何かございましたらお願いいたします。あ、そうですね、なんか温度を変えるといろいろ熱力学的パラメーターが見られるんじゃないかとか、そういうご意見いただくことあるんですけども、実は室温でしか今のところやっておりません。で、そうですね、ちょっとこれ全部測定するのに結構1ヶ月ぐらいかかったりするので2週間とかかかったりするので全部やってもらうのなかなか大変なっていうのもあるんですけど、あとちょっとメチルアミンが結構飛びやすくて、加熱しちゃうと軸が飛んでいってしまうとか、そういう、まあ、テクニカルな問題もあって、今のところ質問しかやってないですけども、はい、そうですね。ただ低い方は面白いと思うのでやってみたいと思います。ちょっともっと時間かかってしまうかもしれません。なるほど、わかりました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ございました。いや、温度は確かに興味ありますね。まあ、うん、自分の NMR があればできるかもしれない。まあ、NMR。ずっと入れとけば NMR。出すとアウトね。出したらもう、出したらアウトかもしれない。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ次は、もがきさんよろしくお願いします。ご講演ありがとうございました、うん。私の方からは3から5角のメタロナノベルトの作り分けにおいて、うん、テンプレート以外の反応条件の詳細検討などによって作り分けることはできるでしょうか。あ、また、はい、テンプレートがない条件で4角のナノベルトが主生成物としてなぜ生成するのか、知見などお持ちでしょうかというご質問です。はい、それについては、結構よく聞かれるんですが、まあ、元も四角が一番熱理解的な定価からということなんだと思います。だ本来は多分テオリプス線の角度って120度なので、六角錯体がその最も歪みがないんですけども、やっぱりエントロピー的な問題で四角錯体が得られると、三角になるともっと歪みが大きくなるので、おそらく四角が最安定なのかなというような感じで思っています。まあ、実際にちょっとそういった計算までは行っていないんですけども、って感じです。で、例えば温度とかの条件で3、4、5の割合がどれぐらい変わるかとか、多分そういうようなご質問かと思うんですが、この件におきましては温度を変えてもそこまで三角、四角、五角の割合というのは変わってきません、はい。ただなんかちょっと今、まだプレリミナリーな結果なのであまり詳しいことは言えないんですが、別のテンプレートを用いて条件検討してやると四角がほぼ定量的にできるような条件なども分かってきています。ただちょっとテンプレートなしで完全に作り分けるのは少し難しいかなというような印象であります。はい、分かりました。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。じゃあ、続きまして、モデレーターの、キムさん、よろしくお願いします。はい、ここへありがとうございます。私の方からの質問は、最初の速度論的制御の話だったと思うんですけど、コバルトの他にも、ルテニウムなど、軸配位子を取る金属は多々あると思いますが、その他の金属もご検討されたことがあるのでしょうかっていう質問でございます。はい。結構初期の頃にルテニウムはやったことがあります。ただ、結構反応が遅いのと、異常に周率が低いので、結構早い段階で諦めてしまったんですけども、やっぱコバルト錯体は比較的高周率で、結構マクロサイクルの合成にもそれなりに手間がかかっているので、そこで錯体応答を再形成してなんか 10% とかだと結構しんどいので、あんまり先に進めてないんですけど、ルテニウムは検討したことありますね、はい。ただ6配位の構造ではなくて、その大麻を組んだりとかちょっと得意な反応があるので、またちょっとコバルトとは違う反応性があるのかなというふうに思っています。まあ、もうちょっとちゃんと条件検討すれば高周率で得られることもあるかもしれませんが、ちょっとそこまで十分には検討していないという状況であります。はい、はい、ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。そして、まあ、最後もう一回坂田先生に、まあ、我々から大きな拍手を送りたいと思います。どうもご講演ありがとうございました。ありがとうございました。